から、そう。いっぱいね、なんか感想を送ってくださったり、すんごいエゴさしても私の名前、嬉しいお言葉をたくさんいただけて、すごい嬉しい。冷房反抗期、そう、ずっと反抗期なの、私と一緒。ユーチのバレエの部分綺麗。ほんまに？嘘は嬉しい。祝電かっこよかった。もうできてたでしょ、まだ。こじりんが、見えんねん、こじりんが一番。私の祝電を。そう、だから昼夜見てなーっつったら。どっちも見てくれてんけど、昼の方が元気やったって言われた。おとなしくなんねん。そう、急にね。おとなしくなるときもあれば、うるさいときあるから。気にしないで。なぎちゃんのハードル上げた振りに見事に応えました。もう本当に。かりんちゃんのファンの子がバレエのところ綺麗で見とれちゃったって言ってた。嬉しい。ありがとうございます。あ、着地ね、かっこいいやろ。私、着地だけはめちゃめちゃうまいね。側転、それまでの側転はちょっと下手っぴやけど、着地からのダンスめちゃめちゃうまいから、そのギャップはやっぱ見せたいかな。やっぱそのギャップに釣られた人が多いんじゃないかなって思うんですけど、どうですか？ゆうちゃんのダンスはすごく目がいく。嬉しい。YNN さんがゆうちゃんのカニに反応してたよって言った。嘘やん。マジで。好きやな。最近でも YNN さんな、カニしなくなったからな。カニ使ってくれへんくなったから。ちょっとお願いしとこう。冬の時は、カニパーティーしましょうねって。何でもいい。ご飯食べれたら何でもいい。カニ推し？カニ推し？あんま嬉しくないな。昼夜は安定のいじられ。いじられてましたね。昼は、煽りで、情熱ハイウェイの煽りをしました。で、昼夜も、めっちゃ喋ったな、昼夜。そう。こう本当に濃かった。どっちもめちゃくちゃ濃かった。から、めちゃくちゃ楽しかったし、あとは、夜の終演後の影穴もさせていただいたりし、ゆみさんにしか目がいかなかった。嘘や。嘘や。ゆうちゃん、いや、ジッパーやるかと思ってた。ジッパーか、お乳がしたかったの。でも、そう。そう、何度もに飛ばされました。言い方よね。らしくないで、ウーカとコジリンとはっちゃけてるの面白かった。めっちゃ楽しかった。普通に楽しかった。やっぱ最高やなって思った。なんか今回、まあ1期から7期まで規制いるじゃないですか。そうやけど、本当にもう平和やし、すごい楽しかったし、裏でもみんなでわちゃわちゃしてたし、でも舞台に立ったらちゃんと引き締まる、そのギャップがすごい自分の中にではなんかやりがいがあるって思うから、これをね、後輩たち今日出てくれた、でも後輩のみんなとかめちゃめちゃ得したと思いますよ。なかなかね。だからこそ、いろいろ盗んでいってほしいなって思うし、それを、なんやろな、私たちも負けないくらい高め合える存在になればいいですね、NMB 全体が。本当になんばっていいグループよね。それはそう。ココナッツのスリスリ可愛かった。あ、それめっちゃ言われた。これ君に会いな。次か。頭スリスリのやつね。
今度はなんか、わあ、じゃ、今度はお金払ってみようと思います。ええー、嬉しい。ぜひぜひ、8月にね、ライブあるので、ぜひその時、もし予定が合えば、来てほしいなと思います。2階からでも見えたよ、楽しかった、本当に。やっぱり NMB、なんかね、ステージを作るには、いくらパフォーマンスが、まあ、揃ってても気持ちいいし、なんやろな、やっと思うねんけど、結果メンバーのみんなが楽しかったらそれもファンの皆さんにも届くと思うからね、どっちも大事ですよね。夜のライブのヘアスタイル可愛かったよでしょ。あれはメイクさんに考えてもらいました。なんか15分ぐらいに悩んでどうしようかなーって思ってんけど、そう、一人のメイクさんが私のハーフツイン、なんかあれ、安室さんのヘアなんですよ。私が昔にやってたやつが好きって言ってくれて、じゃあそれしようってなってしました。ね、やってましたよね。昔はね、結構ツインとかハーフツインとかね、やってたんですけど。ああ。彼、壁にもたれたゆうちゃんに説教された。昼なんかめっちゃ言ってたよな、私の話。アムロちゃんに見えた。ラッキー。ラッキーラッキー。そう、アムロさん大好きなんです、私。ママも大好きで。ママの影響でめちゃめちゃ好きになりました。ちゃんと DVD のやつもあるし、 T シャツ2枚あるし、あと何やったっけな、なんかキーホルダーやったっけな、そうもあるんですよ。やっぱりツインテンは最強だな。ですね、やっぱりアイドルのうちにいろいろしとかないとねと思うけど、まあすることないでしょう。どうなんだろう。ゆずは推しなのですが、ゆうちゃんと楽しそうにしてる姿を見てエモさは満開でした。ゆうちゃんありがとう。そう、ゆずはとね、ポジションが新芽で、でお互い100年先でもの側転2人がやってるんですけど、そう、ゆずはと私がやってるんですけど、お互いできなくて、ずっとどうしようかっていう話をして、そう、だから出る前も、一夜ならできるもんなって、世界一うまいもんとか言いながら、そう、頑張ろうって、カツ入れて、そう、いつも出てる。そう。昼最前列にいたんですけど、ファンさすごく照れました。本当に？嘘、嬉しい。ちょ、けさんありがとうございます。見に来てくれて。嬉しい。どうどう、釣られた釣られた。私ね、じっと見ちゃうんですよ、めちゃくちゃじっくりと。側転かっこよかった、上達してたでしょ、ちょっとは上達してたでしょ。前は片方の足が上がらなかったもん。でも今回は両足綺麗にはできないけど、両足は上げれました。百音にマイク渡すとこかっこよすぎて、百音にも、あー、100人だけでもね。MC 面白かったって言ってもらえるの嬉しい。綺麗に見えた、嬉しい。めっちゃ上達してたって嬉しいね。練習はそんなしてない。言うて5回ぐらい。少ないか、5回以上ちょっとやった。ゆずはとレッスン場、レッスン終わってから帰る時間までの間やろうかってなって、先生に教えてもらったりとか。そうで、1回やった時に、え、上がってるよみたいな、先生でもなんかそう言われて、いや、お前足なんか上がってる、で今まで足曲がってたやろってずっと思ってて、その練習しなかったんですけど、
もうちょっとねできるようになりたいよねって、うん、現場には行けなかったけど画面越しでもゆうちゃんの気持ち届きました。本当にありがとうございます。届いてて嬉しい。ユーミンのいるライブで前の方に行ってみたい。ぜひぜひ機会があったらぜひ来てください。エネビのライブは中毒性がある。お、いいことじゃん。いいことじゃないですか。改めてここでお疲れ様でした。ありがとう。14日劇場公演見に行くので釣ってください。釣ってください。 OK 任せて。でもね、何よりも私の推しの方がたくさん入って、私のうちわとか私のペンライトのカラーを振ってくれたり、あと紫の T シャツも、ダンサブの時の紫の T シャツも着てくれたり、もう嬉しかった。もう探すのが楽しい楽しいで仕方がない。めっちゃ膝朝すごいねんけど、特に側転した後の着地が今日夜に失敗して膝から行ったからめちゃめちゃ慌たん。すごい。だから途中めっちゃ痛かったん途中めちゃくちゃ痛くて、そう、あの人生相談とかさ、もうやーもうやーどうしようの時に両足ついてるよ。もう左がすっごい痛くて浮かせて踊りましたねっていう裏エピソード。そう、右も、右の足は今日の朝のリハーサルの時に痛めちゃって、なぜかそんな激しく踊ってもないのにストレッチもちゃんとしたのに急に初めての感覚やった。めっちゃ痛みが、けどアドレナリンでなんとかやったんですけど、なんとかいけたんですけど、あの夜の方は両足やられてたから痛いなぁと思いながらやってたけど、でもアドレナリンってすごいなと思った改めて。そう、今は全然大丈夫ですよ。ちゃんとストレッチしてケアすれば大丈夫です。でダンスの先生に昼終わってから言いに行ったら、私どうでしたかって言いに行ったら、やっぱすごいねって、パフォーマンスが、ウーカと私のパフォーマンスがすごいって言ってもらえて嬉しかった。普通に嬉しかった。夜も行きます、夜もやってくれんのみたいに、そう言われたから、私の取り柄はダンスなのでって言って楽しい、やっぱ楽しい。大きな会場で踊るのも楽しいし、劇場公演でも踊るのも楽しいし、でも本当に久々に16人公演したから楽しすぎて、楽しすぎたよ。だからアーカイブ明日の、あれ明日の昼の12時からアーカイブ見れるんでしたっけ、じゃないっけ、何日まで、26らへんやったやんな。結構長い時間、長い期間アーカイブがあるので、ぜひ皆さんいっぱい見直してください。で昼ですよね、昼の12時やから私も昼12時ぐらいに起きて携帯開いてみようかな遅っ。26日までなので、お、今メール来た、お、久々に2期研究生公演 DVD 見てます。マジユーミン変わったねって、嬉しい。どう変わった、いろいろ変わりましたね。はい、
見た目も中身も喋り方も態度もいろいろ変わりましたね。だから最近押してくれてる方とかもうびっくりするんじゃない？めちゃめちゃ子供やもん。だってちょんまげなんてしちゃってね。やはり16人は見応えるね。え、やっぱそうよね。楽しかったもん。普通にいろんなメンバーとアイコンタクト取れて楽しかった。やっぱ安心するな。大いに変わりました。嬉しいね。また8月楽しみにしていてください。今回の新選組の子たちもね、こうやってコンサートさせていただいていろいろ気持ちも変わったと思うし、だからすごい8月の公演がすごい楽しみです。私たちもその後輩の勢いに負けないくらいいい背中を見せて、ファンの皆さんに楽しんでもらえるようにネビフォーティーと盛り上げたいなと思います。かわいい。ゆずずがまたユーミンとウーカちゃんと踊れたのが幸せでしたってツイートしてるね。マジでかわいい。なにそれ、かわいいんですけど。 NAB 知った時2期イコール三田さんでしたが、ユーミンさん知ってまたハマりましたよね。嬉しい、ありがとう。私にハマってくれるのが嬉しいよね。嬉しい、ありがとう。マジでそんなこと書いてくれてんの、かわいいな。いや本当にそうよね。ゆずちゃん、ゆずちゃんってゆずさんなんて言わへんのに、ゆずはねえ、あんだけちっちゃかったのにかわいかった。今もかわいいけど、もうね、大人になりすぎて、親悲しい親の目で見ちゃうから、本当にそういう子たち。でもそうやってね、大人になってここ点で経験した分、後輩に教えてる姿を見ると感慨深いよねと思ったら、私もか私もでした。ゆうちゃんは何人のお母さんになるの？全員です。ネビフって全員だよ。全員のお母さんだから。レオパージュではパパ役やから。ゆうちゃんのミヨンへの優しさがやばかった。ミヨンのスカートが取れてて、つけようと思ったけど全然つけられんかった。今日もゆうちゃんのパフォーマンスにやられました。嬉しい。今日髪の毛明るかったからめちゃめちゃ見つけやすかったんちゃうかな。まあ、そうじゃなくてもみんな私のパフォーマンスで見つけてくれるもんね。大阪城ホールの時とか大きなコンサートの時はゆうちゃんのパフォーマンスですぐ見つけれるって言ってくれて嬉しい。普通に嬉しいよね。NAB 続けてきて良かったと思いますか？それめっちゃくちゃ思うねん。本当に良かったなって。私これ多分何回も話してると思うねんけど、3年前2年前の時に本気で卒業しようと考えてた時期があったから、そう、それを撤回してまた一から頑張りますって大人の方に言って、今ね、今こうして自分のあるべきポジションだったり必要とされることがすごく嬉しいし、いろいろね、思うことはたくさんあるけど、やっぱりなんか昔よりも NAB のことが大好きだなって思えるようになったし、いや本当にあの時辞めてたらすんごい後悔してたと思う。やし、こんな感情にはなれてなかったと思うし、
こうやって何やろ、考え方もこんな周りを見ることもなかったと思うし、そう思うと本当に環境に恵まれてるなって思うし、そうやってまたもう一回ね、ピックアップさせてくれた大人の方にもすごく感謝で、だからこそ今もこうやって選抜2連作を入ってるからこそもっと恩返しをしたいなって思う、いろんな方に。そう、ママにもすごい感謝。そう、ママにもその時は何も言わずに卒業しようとしてたからすっごい怒られたよねボロクソに怒られたよね。そう、自分の人生やのになんでこんな怒られるんやろと思ったけど、怒られる意味を今知ったっていうか、知った、すごく感謝してる。だからゆきちゃんとも言ってた、ずっと。ゆきちゃん今日配信見てくれてたらしくて LINE くれて、めっちゃ可愛い、私の自己紹介でもちゃんと言ってハート作ってくれたらしい、イヤホン文字して可愛い。そうだからゆきちゃんとそういう話してからかな。だからうちらほんまやめなくてよかったよねっていう話をして、から頑張れたから嬉しいよね。こうやってユーミン出てくださいとか、ユーミンの NB が必要ですってたくさんの人に言ってもらえて嬉しいけど、私は裏でももちろん支えます、いっぱい支えました、いっぱい支えましたって言ってもいっぱい支えてるつもりですやけどやっぱり裏なんてね、ファンの皆さんはねそこまで見えないと思うから、やっぱり表上 NB48 が好きって言ってるんだったら表でちゃんと自分の結果を残してちゃんと NB をアピールしたいなって思うから、やっぱり自分を愛さなきゃいけないなっていうのを気づいたから、あかりちゃんにもめちゃめちゃ言われた、自分のことしか考え自分のこと、自分のことをもっと愛してあげなさいって、十分頑張ってよっていう言葉聞いて もう胸が痛かった。こんな偉大である憧れ尊敬の先輩にこんなこと言ってもらえるとね、あ、もっと自分のこと愛さなきゃいけないなと思ったし、そこで表でもっともっと自分の存在をアピールしたいって思えるようになったから、そうじゃなかったら私多分選抜復帰したいなんて言ってないかもしれない、そんな簡単に。選抜はそんな簡単に入れる場所じゃないから、こそ自分がもしじゃあ選抜に入りたいです、じゃあ選抜に入って何をしたいのか、その明確な理由をね、でもファンの皆さんに伝えないとただいるだけじゃダメだから、人気ももちろんなんですけど、ちゃんと存在感も残してあげないとなって思いますよね。本当にもう濃いよね、なんかこのなんかでも本当に NAB って恵まれてんなってめっちゃ思う。だってこのさ状況の中でさ、NAB が一番ライブをやらせてもらってんねんで、まあ、卒業コンサートも含めなんですけれども、一番こうやってライブをやらせてもらってる環境にいてるのがすごいありがたいっていうかね。大人の方もすごい大変やと思うからこそ、やっぱ自分たちがいいコンサートを作り上げないとなって思いますよね。お、フォローしました、ありがとうございますね。え、本当に恵まれてますよ、ネイビーはね。え、しかも無料配信、本当にそれですよ、
まさか無料配信なんてすると思わないじゃないですか。すごい。って考えさせられますよね。ね、だから8月のライブを皆さんお待ちしてます。だから皆さんはちゃんと NAB のそばから離れずに見ててください。見ててっていうか応援してください。誰かも言ってたな、なんかコンサートで、はるちゃんか、そう、NAB48 のメンバー持ち込んでたら背中を押してほしい。それだけでも私たち本当に頑張れるんで。だいぶ私何回ファンの皆さんに助けられたか、とメンバーのみんなも全員一緒だと思いますので、やっぱ皆さんの存在あっての私たちやから、じゃなかったらこんなねコンサートもさせていただいてないし、イベントとかもなかったと思うし、そばから離れないでください。本当になんでもっと早くにはまらなかったんだろうって後悔してます。今からいっぱい埋めていきましょう。その分ね、お、もう45分かな、何時や、39。いやー楽しかった。もうとりあえず楽しかったな、本当にあっという間すぎて、こんな楽しい時間が続ければいいのにって思っちゃうけど、それもねいい思い出やなって思うし、ありがとうございました、来てくださった皆さん、本当に。そばにいてもいいんですか？逆にいてください、逆にずっといてください。出る方も楽しみだよ、ありがとうございます、嬉しい、めっちゃ楽しかったって言ってくれてね。ちょっと今大阪でしかコンサートができないから、あの関東ズミとか遠い方はちょっとねなかなか遠征できないと思うんですけども、必ずね落ち着いたらまた関東の方でもしたいなって思うので、その時来てください。今はね配信とかであると思うので、ぜひ配信とかで見ていただけたらいいなって思っています。4-1は5-5めちゃうか、本当に嬉しい。おお、びっくりした。関東はなるべく参加したい。ぜひぜひぜひその日まで待っていてください。秋葉とか博多とか行けてない分、ゆいちゃん楽しできるんだ。ゆいちゃん楽しにして。ゆいちゃん楽しにして。楽しにして。ちょっとあの、ま、話変えていい？あの、18日のお話し会あるじゃん。私、クレヨンしんちゃんのパジャマ着るって言っててんけど、あの、発送が15日で、あの、ギリ。届くか届かないかぐらいなんですけど、どうしましょう。そう、さっき確認したら15ってなったよね。そうで、違うネットで見たの、買おうとしてて、そしたら見たら25日に発送
って書いてて、うわあかんわこのネットはと思って、違うネットの方で探したらあったから、これは早く届くなと思って、日程とか書いてなかったから、そうしまったら今日確認したら15日発送される、あれ18日お話し会やんな、これ間に合うかと思って、やばくない？これちょっと、大丈夫そう？ギリ間に合うか、間に合う、間に合う、ギリいける、いける、無理やったらあれ日本で売ってるグリフィンちゃんのパジャマ、キャミソールやつだ、キャミソール姿はなくなると思うねんけど、とりあえずグリフィンちゃんのパジャマ違うところで買おうと思って、そう一回行ったのグリフィンちゃんのお店に、そしたら普通のパジャマしか売ってなくてキャミソールがなかったの。でもあれ本当にネットとかでしかないから、そうよね、調べたら韓国のやつでさ、韓国やったの発想が、まさかの韓国って思うよね。めくろかな、そうやってこれキャミソール風にしてこうやってめくろかな、大丈夫かな、間に合うかな、間に合ってほしいなマジでっていう、先に言っとこうと思って、なんで15日の発送されるってことはちょっと後でメール送っとくねんけど、ちょっと18日までに、いや嘘、17日までにちょっと届けてほしいですっていう風にちょっと後でメール送ろうと思ってね、もったいなすぎる、なんやかんや遅いよな。なんか、1ヶ月注文してんのにさ、2ヶ月届くときない？え、これ今届いたん？すっかり忘れてるね、その注文したやつを。メール送るの買いすぎやん。ルリちゃんの時の冠ライブの時も、ドレス、お互いギリギリで間に合わなくて、そう、ルリちゃんが、メールこう送った方がいいんじゃないみたいな、そうで、ルリちゃんの方は届いてんけど、私の方もメール送ってからも全然届かなくて、ギリ1日前やったっけな、あれ届いたの、そうに届いたとか、めっちゃ遅い、早く注文しててもマジで遅いよね、遅いとこ遅いからもう仕方ないねんけど、ちょっと18日までにはちょっとみんな願っといて、届きますようにって、ちょっと先に言っとく、届かなかったほんとごめんなさいっていう、でも来たい、めちゃくちゃ来たい、願っとくこと、海外は予定が少ないよね、ほんとに少ないからね、でも海外の方の服って可愛いやつが多いじゃん。ゆみさんなら何でもいいですよ。参加できないけど、できひんのかい。できひんのかい。普通のやつ除去すればいいよ。もったいなすぎるやろ。やっぱり山本さんが最高でした。ありがとう。ってことで、もうそろそろ終わろうかね。じゃあそろそろ終わりたいと思います。じゃあギフトをくださった方のお名前をお呼びします。ゆりちゃん、 DD 小山さん、ちなっちゃん、まりなちゃん、だるまさん、あぶりカルビ DD さん、しまこさん、みーちゃん、焼き鳥先生、ありがとうございます。呼ばれてない方はちょっと言ってくださいね。
13位トムさん、12位ユウさん、11位デュベルさん、10位マスオさん、9位ちなっちゃん、8位トミカちゃん、7位ユリちゃん、6位シマコさん、5位ミーちゃん、4位ウチナンチュー、3位ナルマ、2位ナンバ18さん、1位は DD 小山さんでした。ありがとうございます。これでない方いないかな。ちょっと今日も冷房がうるさくてすいません、うん、静かの時は静か。あ、プランクして寝る？ぜひぜひプランクして寝ましょう。私プランクさ、そんな毎日続けれてなくて、ちょっともうリハーサルでしんどかったり、すぐ帰ったらお風呂入ってもう寝てたから、ちょ最近プランクできなかったんけど、昨日してめちゃめちゃしんどくなかった。めちゃめちゃしんどくなかった。全然しんどくなかった。そう、続けたらね、結構多分効果あるから、ぜひ皆さん続けてみてください。プランクはめちゃくちゃいいです。私プランクしてからこのココテン入る前にずっとプランクしてたんですよ。そう、ほんなら食べてもお腹出なくなったの。ちょっとは出るけど本当にお腹出なくなって、そうやし、ちょっと引き締まった感があるから、これをちゃんと続けるといいお腹をになるので、それのね、比較画像を載せたくて、ずっと。そうじゃないとね、みんなただ出してるだけでとか思われたくないから、ちゃんと効果あるんだよっていう風にちゃんとやるので、ぜひ皆さんもね、続けて頑張りましょう。そう、私もね、そんなね、ダンスしてるけどお腹バキバキじゃないから、そうだからちょっとバキバキにしたいなって思うよね。だからちょっと比較画像が出るまで少々お待ちを。 その方がね、多分やってくれる人の方が多いし、信頼できるじゃん、そっちの方が。で、最初の私のぷよぷよのお腹と引き締まったお腹、ちゃんと比較画像載せるんで、絶対に皆さん、でもそれじゃなくてもやってね。本当にマジで違うから。今日初めて見て好きになりました。キュン、嬉しい、ありがとうございます。そう、シックスパックね、やりすぎはやりすぎと思う。シックスパック目指せるぐらい頑張るわ。ムキムキになる。嫌やな、こんなアイドル嫌やな。そう、でもめちゃめちゃみんな私の動画やってくれてて嬉しいね。もっといろんな人に発信できるように。次ね、足やりたいのよ、足。本当に私、足痩せなくて、自分でも困ってるのよ。そう、だから今調べて、自分に合ってる足の痩せ方、というか本当に足痩せない方、とかが、できる筋トレ、筋トレ、ほぐし方。ちょっと今研究してて、そう、でもまだ見つかってないからさ、そう、だからちょっと足痩せはちょっと早めに乗せれたらいいんですけど、ちょっと分先になりそうやから、また違う足もやりつつも違うところもやろうかなって思ってるからね。太ももね、痩せたいよな、足ね。私下半身デブやからな。本当につくづく鏡見るたびにね、お尻がねでかいんですよ。上半身から下がね、上半身ってもう下半身か、お尻でかいか。でも女の子って体型変わるからな、本当に。だからそれの自分のボディメイクを知らないと、やっぱね、整体は行った方がいいよ、みんな。骨格が
歪んでると太りやすくなるらしいから、整体は行ってください。ちゃんと姿勢も楽になるから、本当に。え、やっぱむくみ取りマジで効くで、ほんまに。私も一時期やっててんけど、もう今めんどくさくてやってないねんけど、めんどくさがっかりやからな。そう、マジでむくみ取りは、マッサージは今度あげます。マジでいいから、これは言っとく、マジでいいから今度あげますね。いや、ヨガね、確かにヨガもいいよね。エステとか行ってる？エステは前まで行ってたけど、エステしてもその日だけじゃん。その日だけ楽になったとかそういうのやから、私はあんまり好きではない。ちゃんと体の中からすっきりさせないと、外側だけをすっきりさせても、まあ、じゃあね、あのエステとかで流してくれると思うねんけど、食事も大事やなって思う。どうなるの、エステ行くんやったら自分でやった方がお金はかからないのかなと思って、本当にやばい時はエステは行ってるけど、うん、どうなんだろう。本当に自分でやっててもむくみが取れないとかやったらエステに行くのもありかもしれないね。で、次の日から自分で頑張るとか。私そうでした。足のむくみだったり張りがすごすぎて自分でも取れないぐらい、もうずっと足パンパンやったから、そう、一回エステ行こうってなって、めっちゃ痛かったの、そのエステが。そやけどめちゃめちゃ楽になったから、次の日から自分でやるともうだいぶ違うから。お、初見さんありがとうございます。はじめまして。そう、合う合わないあるからね、本当に。だから本当にいろいろ試して自分の体に合ったものをするのが一番だと思うから、うん、だからいろんな人の動画見て一回やってみて、あ、これ自分に合わへんかったなと思ったらやらなくていいと思うし、自分に合ってるだったらやればいいと思うから。まあ体維持って本当に難しいからな、本当に難しいよ、だいぶ難しいよ。だから私はまあね、そう、下半身がね太いからなかなか短パンとかスカートが履けなくて、そうだからずっと長いズボンとかもうの方が楽やねんけど、めちゃくちゃそう楽を選んじゃうから。でもね、おしゃれするってなったらミニワンピとか着たいやん。そうだから痩せたくて。プロテインとか飲んでます？プロテインはあの買おうとしてる。そう、私ほんと朝食べなくて、でもそのこの前ジム行ったんですけど、ジムのトレーナーさんに朝は食べた方がいいよって、やっぱり 寝てる時にエネルギーって入ってこない、入ってこないというか、そう、あの入らないじゃないですか、ずっと寝てるし食もないから、食もない、そうやから朝プロテイン飲むだけで全然違うからいいよっておすすめされました。だから朝なんかご飯食べる気にならないとかなる人はプロテイン飲んだ方がいいのかなと思って、でも私それ試してないからさ、そう、何とも言えないから、と試してからみんなにご報告しようかなと思って。そう、エネルギーうん、朝ねバナナ1本だけでも全然いいと思う。プロテイン、あ、ささみね、いいよね、ささみめちゃくちゃいいよね、私好き、ささみは。
まあ、ちょっと筋トレは皆さん私の YouTube 見てやってみてください。あ、夜配信したけど皆さん来てくれてありがとうございました。また近々配信できたらいいなって思うので、その時は見に来てください。あと3分次みんなと会えるのは、私は次公演が14日ですね。はるちゃんの生誕祭公演久々で覚えてるかな。あとは18日かな、会えるとしたらですかね。嬉しい、めちゃめちゃみんなと会ってるから嬉しい。でも本当に今日の公演は楽しすぎた。16人ってやっぱりいいね。うん、やっぱいいわ。ってことで皆さんありがとうございました。また配信します。おやすみなさい。いつ切れるんやろ。切れるまでいます。あと1分。ありがとう。皆さんゆっくり休んでください。明日もお仕事頑張ってね。学校も頑張ってね。バイバイ。全然切れへん。全然切れへん。おやすみなさーい。切れるまでやるよ、私は。やすみ。長ない。長ないか。